多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは。パーソナリティの田村陽太です。配信第37回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さん。はい。今日もやっていきましょう。はい。お願いします。はい。今日の質問はこちらとなっております。エステサロンを経営しています。今後、のれん分け制度を導入する予定です。まだ独立希望者はいません。どのタイミングで仕組みを作るべきでしょうかという質問なんですけども。はい。のれん分け制度とエステサロンという組み合わせもあるんですね。いや、これね、多いパターンですよ。あ、あるんですか。やっぱりこう、エステサロンも多いんですけど、結局その、はい、仕事が、はい。労働集約的な仕事。はいはい。だから人がサービスを提供する仕事って、どうしてもこの生産性向上に限界があるじゃないですか。はあ、ははあ。だからまあエステで言ったら大体こう月の売り上げがスタッフ1人当たりまあ60万円から80万円とか、はい、まあそれぐらいが結構こう繁盛店レベルなんですよ。ほうほうほう。だそうするとね、給料はまあその半分ぐらいしか出せないので、はい、まあ、30万とか40万とかじゃないですか、社保入れて、はい、だまあそういうやっぱり業種っていうのはやっぱこうのれん分け制度で独立する道を用意してあげるみたいなのはやっぱ多いですよね。はあ。エステサロンだと、なんかその、なんとかサロン2号店みたいな感じに出すってことですか？のれん分けっていうと。まあ、のれんを分けるっていうところから来てますからね。はい。やっぱりこう、名前は統一していくっていうのが基本的な考え方なんですけど。はあ、はあ。まあ、最近はそうじゃないところも増えてきてますね。だからそのやり方だけ教えてあげて。はいはい。看板は別とかね。ロゴマークとかだけ統一してるとか。ああ、なるほど。で結構のれん分け制度としても結構いろいろなやり方があるんですね、はい、うん、だからやっぱこう多様化してきてますよね。ラーメン屋さんみたいになんかこうチェーン店の匂いが出てくると、はいはい、なんかこう少しね、ラーメン屋としての魅力が落ちてくるようなところもあるじゃないですか。はあ、ははあ、だそういったところはね、看板変えたりしてますよね。で個人店っぽく見せたり。はあ、ははあ、で結構エステサロンとかだとやっぱりそのロゴとかも統一していった方がなんかこうブランド的にはいいかなみたいなのでやられてるんですね、うん、皆さん。まあ最近の傾向はそうですね。エステサロンなんかはブランドは統一してるケースが多いですかね。なるほど。じゃ今回はのれん分け制度をまだ導入する予定ですけど希望者がいない状態ですと。はい。どういう風にして作っていくものなんでしょうか、これは。いや、これね、難しい問題なんですよね。その、はい、結局、鶏が先か卵が先か問題だと思ってまして。わかりやすい。はい。まあ、両方のパターンあると思うんですよ。はい。だから、のれん分け制度を最初作ってから、はい。そう、利用する人を育てていくパターン。はい。と、その利用したいという人が現れてから、そののれん分け制度を作るっていうパターン。はい。まあ、どっちかっていうと後者が多いですね。利用者が来てからのれん分け制度を作ろう。おお、まあそれはそうですよね。やっぱいなければやっぱり制度作っても意味ないですもんね。そうそうそう。だからやっぱりこうのれん分け制度作るとなるとね、それなりに手間もかかりますし、お金もかかるわけじゃないですか。そうですよね。だから利用者が現れてから作ろうっていう、まあその考え自然ですよね。おお。ただまあその私はね、こういったのれん分け制度作りをいろんな会社でやってきてますけど、はい。まあ、どっちかっていうと、その、利用者が現れてから制度を作ろうっていうパターンの方は、まあ、進まないケースが多いですね、はい。あ、そうなんですか。それはどういうきっかけでそうなっちゃうんですか？っていうのは、だからそもそも、その、利用希望者が現れないってことですね、一番初めの。ああ、はいはい。で、これ、まあ、なんでかって言ったら、はい。
まあそれはそうですよね。だってのれん分け制度っていうのがどういう仕組みなのか、どういう形でその独立できるのかっていう、その概要がよくわかんないわけですから、その仕組みを利用したいって言えなくないですか？そうですね。独立するってね、結構こう、人生の重要な決断なわけじゃないですか。結構勇気いることですもんね。だからこれってなんかこう、環境が整ってから何かをやろうっていう考えって、まあ非常に合理的なんですよね。はい、だから、のれん分け制度を、ね、利用したいっていう人が現れてから、のれん分け制度を作るっていうのも、こう環境が整ってからやるってことじゃないですか。はい。よく言いません？お客さんが集まってから独立しようとかね。はい、ああ、はい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 。言うじゃないですか。環境が整ってからやろうって。はい。で、これは、合理的ですよ、すごく。そうですね。食いっぱぐれないですね。はい。食いっぱぐれないじゃないですか。もう独立なんかまさにそうですよね。はい。だけど、まあ、さっきお話した通りで、まあじゃあその独立の方で考えたら、はい。独立してないんだからお客さん来ないじゃないですか。はい。副業の段階でやってたとしてもね、うん、もう本気度が違うから、はい、そんなたくさんお客さん来ないわけですよ、はい、だから独立できないって話になりやすくて、ほう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 、だからのれん分け制度も一緒ですよね、うん、そのもう形がない状態なわけですから、はい、あのそれを利用したいっていう人が現れたらむしろラッキーで、基本的にはだから制度がないと現れにくいんですよ。あ、それが本気になっているかのこう現れというか。そうですよね。独立するケースで言ったら、不十分だけど、独立すると。で、お客さんなしと。でもそうなると、でもお客さん増やすために頑張るじゃないですか。はい。だから、まあ、独立の話で言ったら、環境が整ってない状態で独立した方が成功確率高いと思うんですよ。苦労はするけど。はい。というか、まあ、苦労するから成功するって話ですよね。だから、いろんな仕組み、まあ、どんな仕組みでもそうだと思うんですよね。はい。その環境が整うのを待ってたら、やっぱりなかなかその進んでいかない。うん。なんで、そののれん分け制度を導入する予定だと。今、独立者はいませんと。もうほとんどの会社はこのパターンなんですよ。うん。で、やっぱりこう、多くの会社が合理的な選択を選ぶんですよね。うん。利用者が現れてから制度を作ろうと。はい、でもなんかそれが実務的にうまくいくケースは稀なんで、もうその導入する予定だって決めてるんであればね、どのタイミングで仕組みを作るべきかって言ったら、もう今その瞬間なんじゃないですかっていうふうに私たちは考えてますけどね。なるほど。でも一個質問したいんですけども、はい、のれん分け制度を、まあ、今まで誰も、まあ、排出したことがない状態の中でのれん分け制度を作っていくってなかなか難しいことじゃないですか。まあ、0から1を作るってすごい難しいじゃないですか。はい。どのようなことをイメージして作っていくものなんですか？のれん分け制度。どんな風にして作っていくものなんですか？まあ、簡単に言うと、はい。結局その、独立希望者、はい。まあ、独立する人が、結局その成功してもらわないとのれん分け制度で成り立たないじゃないですか。はい、そうですね。だから、その人に成功してもらうために、会社が用意すべきことは何ですかっていう問いをひたすらこう探求していくって感じじゃないですか。と言いますと、どういうことでしょうか？具体的に教えてもらえますか？例えば、その、のれん分けするっていうお店を持つわけじゃないですか。はい。それは、どういう形でお店持つんですかと。本部が展開している直営店舗を引き継ぐのか。はい。それともその新規の店舗を作って、はい。そこの経営を任せるのかとかね。はあはあ、あとじゃあそこで働く従業員さんは、あの本部の従業員さんを一時的に貸してあげるのか、はあはあ、それとも自分で雇用してもらうのかとかね。ああ。あとまあ、細かいこと言ったらいっぱいありますよね。そこのお店ってそもそも本部と同じ店なのか、はい、看板はどうなるのかとか、はあ、提供する商品やね、サービスってどうなるんですかみたいな。はい。それを、やっぱ相手が成功するためにどうあるべきかっていう観点で、やっぱ考えていかなきゃいけない。じゃあ2号店が成功するのにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えながら、それを一個一個潰していくみたいな感じですか？そうですね。で、あとは、やっぱりこう、のれん分けは直営店舗と違うポイントとして言うと、やっぱその独立者がこう違う事業体で運営していくわけですよね。はい。だから、その独立する人が何を目指してるのかっていうところもちゃんとこう確認しとかなきゃいけないですね。
だから儲かればいいっていう話じゃないかもしれないじゃないですか。ああ、はいはい。最近って、こう、まあ、日本が豊かになってるんで、はい。こう、稼ぎたいっていう、こう、ニーズって、はい。私はこう、相対的に低下してきてると思うんですよ。なるほど。はい。そんなにこうね、稼がなくても、それなりの生活できるじゃないですか。はい。だから、その人が本当に求めてることは何なのかっていうところまでちゃんとこう考えて、で、その人のその幸せを実現するために本部が要はできるサポートとかですね、用意してあげることが何なのかっていうことですよね。ああ、なるほど。じゃあその、何ですか、そののれん分け、まあ、候補者みたいな方が、はい、この人はのれん分けさせるべきなのか、させないべきなのかっていうのは、そのやっぱ従業員さんのまあ、人格であったりとか価値観とかも考えながら決めてあげる方がいいんですかね。ああ、だからそれはそうですよね。はい、まあ、田村さんね、働き方とか、詳しいと思うんですけど、はい。やっぱりこう、従業員さんの、こう、働き方っていうのも今すごいこう、多様化してきてるわけじゃないですか。そうですね。で、どんな働き方が自分にとって理想なのかみたいな、はい。いろんなあり方がありますし、で、逆に言うと、その従業員さんの、こう、能力なんかも、こう、ばらつきがものすごいあるわけじゃないですか。はい。だから、私は、こう、必ずしも、その、のれん分けをしてね、独立するっていうことが、従業員さんのね、すべての人にとって、こう、プラスになるかって、そうじゃないと思うんですよ。ほうほうほう。そもそもね、独立すると、まあ、田村さんもそうだと思うんですけど、はい。もう休みなんてないみたいなね。ないっすね。別にそのね、休みがないから、じゃあ嫌かって言ったら、はい、多分嫌じゃないわけじゃないですか。嫌じゃないんですよね、不思議とね、なんかこう。そうそう。はい。なんかそういう感覚ではなくて、はい。まあ仕事が好きだし、はい。やるわけじゃないですか。はい。でそういう人は、こう独立向いてるわけですよ。ああ、はは。だけど、いや私はね、こう、自分のプライベートも大切にしたいと。はい。だから土日はもうしっかり休みたいみたいな、うん、こうマインド持ってる方を独立させちゃったら、はい。合わないですよね。確かに確かに。合わないですね。だからそういった方は、やっぱりここ会社はあらかじめ精査して、うん、独立をこう止めてあげなきゃいけないんじゃないですかね。ああ、なるほど。そこら辺とかものれん分けさせる前に従業員さんとのコミュニケーションっていうのもやっぱ重ねていくべきなんですね、こうやって。そうそうそう。だからそういうのも、本来はのれん分け制度作りの中に入ってて。あ、なるほど。で、うちは、のれん分け制度を通じて、皆さんの人生をね、こういうご提案をしますと。で、それが、まあ、いろんな幸せの提案があるわけじゃないですか。はい。会社によってはね、こう、例えば夫婦で、オペレーションにね、このエステ入ることで、まあ、そのサラリーマンの時よりも、収入が稼げると。でも当然そのね、オペレーション入るわけですから結構大変なわけじゃないですか。はあはあ、でしかもずっとやっていかなきゃいけないと。それ以外にもね、こう何店舗の経営者になってもらうことを目指しますとかね。いろんな幸せの定義があるんですけど、そういうのを、まあ、自社が考えるその幸せですよね。それを従業員さんにしっかりとこう共有して、で、それで、こののれん分けで独立制度をで独立しますかどうですかっていうやっぱ投げかけをしていくわけじゃないですか。おお、はいはい。なるほど。結構時間も近づいてきたんですけども、はい。まあのれん分けをね、まあいろいろ携わってきて高木さんの方でもサポートしてると思うんですけど、はい。こうのれん分けに成功した会社さんで、そののれん分けした方加盟希望者の方が実際のれん分けしましたと、はい、それでそののれん分けの方がこう実際やってみて良かったことってなんか聞いてみたらなんかありますか。私がこう強く覚えてるのは、はい。その独立された方っていうのは、はい。会社で働いてる時っていうのは、はい。まあ、なんかその給料って、我慢することに対する対価だみたいな捉え方だったと。ああ。で、我慢して、こう仕事をして、はい、で、それに対して、こうお金をもらうみたいな、こう認識だったと。はい。でね、そう言われると私もサラリーマンの時そうだったなと思うんですよ。ああ、はい。なんかもう、だから会社行くのって別にそんなに好きで行ってるわけじゃないと。うん。だけど、まあ仕事だしね、お金もらうために行かなきゃいけないから行くみたいな。はい。で、それがやっぱこう独立した瞬間に、はい。やっぱり全てこう、自分の裁量になるわけじゃないですか。そうですね。自分が頑張ったら頑張った分だけ、
こう返ってくるものもあるし得られるものもあると、で自分のためにやってるから楽しいしみたいな。で結局独立したらもうあの時はね我慢してねお金もらうためだけにやってたけど、はい、いや独立したらねこうすごくもうお仕事が生きがいになったみたいなことを言ってらっしゃる方がいて、はい、やっぱそれって本当醍醐味だなと思ったんですよね。この制度を導入して幸せですよね。その従業員さんも幸せだし、幸せですね。で売り上げが上がるから、はい、まあ、本部にもプラスになるし、はい、やっぱり本部の経営者もね、その自社で作ったのれん分け制度使って独立した人がそんなこう仕事がね我慢の対価だったのが生きがいになったなんて言われたら嬉しいじゃないですか。めちゃめちゃ嬉しいですね。はい、だからまあそういうのが理想だと思うんですけどね。はあ、じゃあのれん分けしてみてそういうところがやっぱ楽しいというか叱ったことっていうかあるんですね。はい、だからまあそういう未来をもしね目指してるんであれば、やっぱりその利用者が現れてから制度を作るんではなくて、やっぱりそういう未来をね、まずは作って見せてあげて、で利用希望者を募る、まあこっちの方がうまくいく可能性高いですよね。ああ、なるほど、ありがとうございます、はい、今日はのれん分け制度のタイミングについてお話しいただきました。高木さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。